バカじゃないです。パモラシアでパモラシンジです。はい。今日の企画は、片思いの女子を振り向かせる方法を紹介していきたいと思います。今日はな、いつもと違うねんな。うん、そう。いつもはさ、なんか第5位とか5選とかで紹介してるけど、うん、ステップ1、ステップ2みたいな感じで、段階ごとに、こういう順番で、こういう段階でっていうのを紹介していきたいなって思ってます。ステップ1が一番、簡単というか。そうそう。なんか距離が遠い。で、だんだん近くなっていくから、なんか自分たちが、もし、ステップ3ぐらいの距離感やなって思ったら、3の話を聞いて、4のことを次しよう。先を、こんな感じで行ったらいいんや、みたいな感じでな、うん。聞いてくれたらいいかな。なんか DM とかで結構、こっからどうしたらいいですかとか、なんか困難やったんですけど、次何したらいいと思いますみたいな来るから、これを見て自分たちがその先出たようにどこかっていうのを判断して実践してほしいなって思います。今日の動画以外にも過去に恋愛系の動画たくさん上げてるので、よかったらチェックしてみてください。ステップ 1! いや、絶対あかん。ま、いっか。いいよ。友達を伝う。知ってもらうってことは大切や。まあ、一方的に自分が好きとかやったら、ね、この段階の人は少ないかなって思うけど、うん、なんか知ってもらうに関しても普通に知ってもらうより、うん、それはプラスになるのは友達を伝うっていう理由が一番いいかなって思って、なんかその好きな子の一番仲良い男子友達と仲良くわざとして、もう作戦を言うたら、うんうんうん、まあか、仲良いその子の周りらへんの子と一回話してみたり仲良くしてみて、仲良くしとったらさ、なんか、今日この子と遊んで、みたいな、うんうんうん。好きな子にさ、その仲良い男子が言うかもしれんやん。うんうんうん、それやったらさ、あ、仲良い子が遊ぶってことは、なんかそれ面白い人なんやろなって思うし、もしプラス面のこと言われたら、なんか、あ、そんないい人なんやって思って、プラスから始まるやん。だからなんか、プラスから始まったらさ、スタート時点でちょっと一歩リードしてるような。ステップ 2! ライン!さっきの感じで仲良くなってもらって、だんだん大人数で遊んだりしてさ、つながれるやん。で、まあ普通にインスタとかでもさ、フォローしても、あ、これあの子の友達やみたいなので返したりできるし、そういうのでつながって、まあ LINE をとりあえずしようっていう。そうやな。ことやな。なんか LINE をさ、頻繁にすることでさ、あの、仲良くなれるしな。LINE での落とし方。あれを参考にして、LINE を進めていってほしいなって思います。確かに。やっぱ LINE の通知欄に、その人の名前が何回も出てくるだけで、名前を自然と頭に入ってるし、なんか、LINE 帰ってこんくなったら、あれなんか今日帰ってこへんなって、好きじゃなくても、普通にあれって思ったりするし、なんかやっぱ LINE を普通に頻繁にするっていうのは大きいかなって思う。これがないと次に進めへんって感じじゃない ?LINE をだから毎日続けたり しやんと次にやっぱ進みにくいなって思う。で、なんか LINE をして、意外とあんまやらんねんけど、タイプを聞くっていうのは、いるかなって思うねんな。好きになった人がタイプみたいなおるけど、それはさ、タイプの人を完全に好きになるわけではないやん、自分らも。やけど、やっぱり元々のその好きなタイプがあるんやったら、やっぱそれに似てるんやったら好きになっちゃうというか、好きになりやすい、その自分が好きなタイプと真逆の人と比べたら、それは自分が好きなタイプと近い人の方が好きになりやすいし、あ、この自分の好きなタイプのここ、例えば優しい人やから、あ、優しいわ、みたいな。で、合致していくごとになんか、あ、好きなんかもってなんか、勘違いもしてしまうし、好きになりそうとか、タイプやから好きになりそうとかも思って、そうやって接するから余計発展しやすくなるかなと思う。ステップ3、会話。よく LINE で、次どうしたらいいっていう人結構おると思うねんけど、そういう高校生とか好きな子とかできた子とあったけど、なんか LINE だけで終わってる子とかおったやん。やけどそっからなんか、この LINE で話したことを普通に会った時の会話で話す人は、そのまた上を行けたなって思う。なんかしかも、LINE だけで話すのって距離の限界はあるやん。だから、その限界をまた進めれるなって思う。直接会話することによってな。正味、LINE はさ、返す時間があるやん。返す時間があるから、ちょっとでも相手にいいように繕ったりとかさ、いろいろできるけど、直接ってさ、テンポで話さなあかんやん。ああ、確かに。だから、そうそうそう。なんか、テンポがさ、合わん人っておるやん。なんか、どうしても会話のテンポが、なんか違うとかさ、この人めっちゃ会話のテンポ合うとかあると思うから、やっぱそういうのも、
好きになったけど、うん、それが違うかったらっていうのもあるし、うん、まあ、お互いにとって直接話してみてそういうのが合うかどうかっていうのはほんまに大事だと思うから、うん、直接会話するのはほんまにいいかなって思う。このステップ5、うん、はなんか1を今からやる人が急に3とか飛ぶんじゃなくて、うん、ステップを刻んだ方が、うん、徐々にさ、距離縮めんでていいかなっていう、思った、うんうんうん。ステップ4! プライベート!プライベートの話をするってことやねんけど、うん、なんかの動画でも言ったかなって思うねんけど、うんうん、あ、その LINE のあれか、落とし方のやつか、言ったかなって思うねんけど、悩んでることとか、うんうんうん、そういうもうなんか、部活やってたら部活で今ここなんか大変で、みたいな、がしんどいみたいなとか、うんうん、そういうなんか悩み事とか弱みっていうところをどんどんお互い見せてきたら、もうちょっとそれが恋の合図かなとも思うし、 LINE で全然言うのもいいし、直接会えて話すのもいいなって思う。親密感があるな、あるよな、二人だけの秘密というか。このステップ5やったらどこで好きになる？いやでも人によるけど、サツは3で、あれってちょっと気に出して、なるほどな。4で落ちるかな。あー、確かにそれは言えるかも。え、2ぐらいで、ステップ2ぐらい、LINE、うん、で、結構、あー、ありかもって思うかも。うんうんうん、てか、2で落とせる人は落とせると思うね。うん、まあな、上手い人はな。3で、気づくぐらいかな。あー。で、もう4行ったら、4はもう落ちてるよな。そうやな。落ちるか確信かな。感じかな。ステップ 5! 電話ずっとうちら言ってるな。電話した方がいいって。一気に距離縮めれるような。うんうんうん、しかもなんかこうやって、なんか結構プライベートの話とかした子とかやったら、なんか結構さ、気まずくないやん。LINE してすぐ電話行くってなって、緊張するって子は、こうやってで直接話したり、そうやってプライベートの話したり、段階踏んだら余計に電話しやすいと思うし、うん、なんかこうやって電話誘った時にも断られにくいなって思うな。全然断る理由ないしなってなる。電話って何話したらいいんやろうとかさ、そんなに仲良くなかったら思っちゃうけど、ここまでちゃんと段階踏んで少しずつ来てくれる人やったら別にそんな、何話したらいいんやろうみたいな、そこまで気負わんというか、って感じに思うかな。わかるわ。電話行ってなんかいけるって思ったら全然告白しちゃっていいと思う、いいと思う、すれ違うのだけは嫌やから、いけるって思ったらもうすぐに言っちゃった方がいいかなと思う。あー、わかるわ。閉めちゃってください。なんかあるかな。かわいい。こんな感じでステップ1からステップ5までか紹介してみたんやけど、やっぱり段階をちゃんと踏んでいってってしてきてくれた方が女の子も安心するし、うんうん、受け入れやすいよな、うんうんうん、で最初の時に言ったみたいに、うん、もうステップ3ぐらいにおる人はステップ4に行ったらいいし、うんうん、っていう感じで参考にしてくれたら嬉しいです。はい、今日の動画はここまでです。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしてます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。